ジェラルド・ラファエル・フィンジは、イギリスの作曲家、演芸家、ロンドンに生まれる。父親は、イタリア系、母親は、ドイツ系だが、どちらも、ユダヤ人である。フィンジは、同世代の中で、イングランドの作曲家の特徴を最も色濃く、受け継いだことにより、名ばかりのユダヤ人となっている。不可知論者だったにもかかわらず、性公開のために、霊感に富み、 印象深い合唱曲を残した。父親は成功した、船舶仲介業者であったが、フィンジが7歳の時に亡くなっている。少年時代は、個人教育を受けた。第一次世界大戦中に家族に連れられハロゲートに、転居し、フランクブリッジの親友アーネスト・ファーラーに音楽を学ぶが、ファーラーは徴兵され、西部戦線で戦死を遂げる。その不法に、フィンジは、 心の底から嘆き悲しんだ。この人間形成期にフィンジは三人の兄弟を失ったことにも心を痛めた。これらの逆境はフィンジの考涼とした人生観を助長したが、トマス・トラハーンやお気に入りの詩人トーマス・ハーディの詩に慰めを見出し、これらの詩人やクリスティーナ・ロゼッティの詩に曲をつけ始める。これらの詩人や後にはワーズ・ワースの詩の中の 純真無垢な子供時代が、青年後の経験によって怪我されるというモチーフの繰り返しに、フィンジーは魅了されたのである。ファラーの死後に、フィンジーは、ヨーク大事院、オルガニスト兼合唱指揮者のエドワード・ベアストーの、個人指導を受ける。ベアストーはファーラーに比べて、厳格な教師であった。1922年に、ベアストーの下での学習を終えると、グロスタシャーのペンスウィックに移り、 この地で、四国熱心に作曲を始めた。最初のハーディカ曲集と、還元楽曲、セバーン教師曲エーセバーン・ラプソディーがロンドンで、初演される。1925年に、エイドリアン・ボールトの指示によって、大位法を R.O. モリスに指示。その後ロンドンに移り、ハワード・ファーガスンやエドマンド・ラップラと進行を結ぶ。ホルスト・ヤブリス、ボーン・ウィリアムズにも引き合わされる。 ボーン・ウィリアムズのおかげで1930年から1933年まで王立音楽アカデミー講師の職に就くことができた。フィンジはロンドンでは気が休まらず画家のジョイス・ブラックと結婚してからバークシャーのオルドボーンに落ち着いた。オルドボーンでは作曲活動とリンゴの栽培に専念し絶滅の危機にあるイングランドの多数の品種のリンゴを保存した。また、 約3000点のイギリスの詩や哲学、文学の貴重な書籍を収集していたが、それらは現在レディング大学に寄贈されている。1930年代に、フィンジは、ほんの2.3曲しか作曲しなかったが、これらの作品、中でもトラハーンの詩による、高換祭ディエス・ネタリスにおいて、フィンジの成熟期の様式が発達した。フィンジ夫妻は、 詩人で作曲家のアイバー・アーガーニーの作品を本人に代わって目録にし、肯定し、出版できるようにした。また夫妻はイングランドの民謡や古い時代のイギリスの作曲家の作品を研究して、出版した。1939年にフィンジー夫妻はバークシャー、ニューベリー近郊のアシュマンズワースに転居する。フィンジーはアマチュア合奏団を結成し、没年まで、 その式と18世紀や現代の弦楽合奏作品の演奏に取り組んだ。この演奏にはジュリアン・ブリームやケネス・レートンのような若手音楽家にも出演や作品提供の機会が設けられていた。第二次世界大戦の勃発により三峡区合唱音楽祭における高単祭 DS ネタリスの初演が遅れていなければ、 大作曲家としての名声を確立することができたかもしれない。フィンジは戦時総省に勤め、ドイツやジェコスロバキアからの亡命者を自宅に止めた。戦後は以前よりやや活発に創作し、いくつかの合唱曲の他に、おそらく最も有名なクラリネットと弦楽のための競争曲が作曲された。この頃にはフィンジの作品が三教区合唱音楽祭などで、 頻繁に上演されるようになった。だが、この幸福は長続きしなかった。1951年に保持隣パシュにかかり、長くともあと10年しか生きられないと宣告された。この告知の後のフィンジの考えは、非常に感動的な最後の対策チェロ競争局の第一学賞におそらく反映されている。一方、 もともと愛妻の音楽的肖像として発想された第二楽章は非常にのどかである。1956年にボーン・ウィリアムズとグロスター金庫を周遊し水筒にかかるが、これは衰弱していたフィンジーの体調にさらなる負担となり重症の脳の炎症を引き起こした。間もなくオックスフォードの病院でチェロ競争局の初演のラジオ放送を聞いた翌日死去した。 フィンジの作品は、連作歌曲集が9つあり、そのうち、トーマス・ハーディの詩による6つの歌曲集が含まれている。その第1弾、バイフットパススティーレイは、声楽と弦楽四重奏のために作曲されているが、その他のハーディ歌曲は、ピアノ伴奏である。魅力的なシェイクスピア歌曲を含む曲集、花束を運ばせて欲しい、レッドアス・ガーランズ・ブリングは、最も有名である。 シェイクスピアでは、フィンジは、舞台音楽、恋の骨オリソン・ラブズ・レイバーズ・ロストも作曲した。還元楽伴奏の声楽曲には、深い神秘性を称えた、高単祭ディエス・ネタリスと、平和主義者らしく、武器をさらばフェアウェルツ・アームスがある。フィンジの合唱曲には、人気のアンセム、ミオ、満ち足りた最後のイケニエロ、ザ・フル、ファイナル・サクリファイスや、 神はのぼれりゴッドイズゴーンアップだけでなく、無伴奏のパートソングセブンアンアカンパニードパートソングスもある。だが、エドマンド・ブランデンの詩による、聖なる、セシリアのためにフォース・トリート、チェチーリアや、ウィリアム・ワーズワースの詩によるカンタータ、神のお告げインティメーションズ・オブ・インモータリティ、ルカ・福音書による、クリスマス劇、地には平和インテラパックスなどの、より大規模な合唱作品も作曲された。 フィンジは初期の経歴において骨折って気楽曲を書いたにもかかわらず、純粋な気楽曲の数は少ない。ピアノ競奏曲に着手しては見たものの、到底完成させることができず、その一つ一つの楽章は穏やかなボッカエクログやバッハへの系統を示した勢力的な大幻想曲とトッカータ、グランドファンタジアトッカータの素材に転用された。 完成されたバイオリン競奏曲は、ロンドンで、ボーン・ウィリアムズの指揮によって初演されるが、フィンジはこの作品を不満に思い、中間楽章を残して、他は撤回してしまう。1999年に再演、録音された。フィンジの室内楽曲は、数少なく、クラリネットとピアノのための5つのバガテルのみが、レパートリーに残っている。ありがとうございます。